ベレンで人々が飢えてるの。はい、すみません。個人的にこっぴどく叱られるのが好きなんだ。おや、これはこれは、ケツに槍を突っ込んだウィッチャーか。どうした？おい、顔に出来物があるぞ。オフィルの疫病でももらったか？そうとも言えぬ。屋敷が燃えてる、気づいたか？あれか？そうだな、わかるだろ。ダンスやドンちゃん騒ぎで宴会が長引いてね。実を言うと、少し悪乗りしすぎて。だろうな。オルギエルドはどこだ？知るかよ、この辺りのどこかにいるさ。やめろ、頼む、やめてくれ。黙りやがれ。離せ、逃がしてくれ。黙って。お前らと一緒に食って飲んで並んで戦ったなのに殺すのか。仲間だろかもな。だが今はそうじゃない。何の罪を犯した？それが何なのよ。あんたには関係ないわ。どうした、何か気に障ったのか？聞こえない。ここから消えてよ、化け物。ここで起きていることをはっきり知りたいだけだ。知るべきことなどない、うせる。教えてくれたらすぐに消えてやる。まったく厄介な男ね。統領の命令なの。答えはやった、満足か？じゃあうせろ、忙しいんだ。いや、ダメだ。彼を離せ。あら、面白いわね。自分の耳を疑うわ。大晦日、そこを取り替えでもしたの？ピッチャーは消えてちょうだい。さもないと。さもないと殺す。いいさ、やってみろ。おいおい、一体何のマネだ？ゲラルト、虐げられた人々の擁護者を演じることにしたのか？むしろ、クズどもの虐殺者だな。俺がいる限り誰も殺させはしない。それは挑戦か？よかろう。ウィッチャーと戦うのは初めてだ。俺を任せば男を見逃してやる。置いていろ。なんだ、雨が弱まるのを待ちたいのか？どちらでも同じだ。その通り。かかってこい。
やられたよ、ウィッチャー。お前の勝ちだ。自分に関係ない問題になぜ首を突っ込んだのか教えてくれるか。これ以上血は流させない。おやおや、お優しいウィッチャーさんだな。気色悪いだろうが、いい面もある。少なくとも俺が簡単に死なないって分かっただろ。話してやれ。運が良かった。本当に必要だったのか、あの見せ物が。見せ物？よせよ。人は時々ある程度の異常性を示すべきだ。性を実感できる。この意味はわかるだろう。その顔についた傷から判断する。これに見覚えは？確信はないが、心当たりは。お前が相手にしているのは危険な男だ。お前は不死なのか？その言葉の解釈によって。確かに俺を殺すことは不可能だ。だが人々の想像とは完全に異なる。死なないことと人生を謳歌することは同義ではない。では呪いなのか？呪い？いや、そうは呼ばない。こう表現しよう。願いが叶わないよう、願いは慎重に選ばねばならない。結果を伴うから。よくわからんな。傷を負う可能性がないとわかると大胆な冒険を犯し、強烈な感覚を求めるものだが、全てやり尽くし、何もかもが退屈で単調に思える時が来る。だがその瞬間を抜けてさらに進み、可能性の限界を突破することが肝要なんだ。例の化け物は倒した。ではおめでとうと言うべきだ。これが報酬だ。館から何かを持って行ってもいいぞ。焼けていなければ。大変だったか。蝶を切り裂くと人間に変わった。何が起こるか知っていたのか？もちろん知っていたさ。そうじゃなきゃお前を巻き込むものか。ゴンターオーディナ、悪口を言いに来たのか？いや、借りを返してもらいに来た。その前にお前は三つの願いを聞く。代理人によってな。お前に紹介してやろう。リビアのゲラルトだ。本当なのか？カエルが呪われた王子だと知っていたのか？知っていただけではない。そいつ自身が呪いをもたらした。そいつはその話をしなかったのか？よし、話してやろう。とても魅力的な話だ。オルギエルドはイリスという名の美しい娘を好きになった。しかし彼女の両親は婿にオフィル人の王子を選んだ。オルギエルドはその男を憎んだ。当初は男を殺そうとしたが、簡単すぎると思い直した。その代わりにそいつは王子をカエルの姿に変えてしまった。そして苦しむ姿を見るのに飽き、終わらせることにしたのさ。お前の手で。いいか、王子。三つの願いを聞くことになっているのは誰だ？俺の助手さ、ゲラルトでは。され、お前の顔を必要以上に見たくは。来い。どこへ行く気だ？馬小屋だ。部下が出発の準備を整えて。これはお前と鏡の達人の間の問題だ。俺は関わる気はない。もう関わっているようだな。お前は奴に借りを返さねばならない。そうだ。ああ。では借りを返さなくてはお前は解放されない。だが心配するな。とても達成できないような仕事を考えている。
お前が挑戦しようとも思わない仕事だ。だが全力を尽くせば役目を果たしたことにも、俺は鏡の野郎が別の助手を見つけるまで穏やかに暮らせる。王子について言っていたこと、あれは本当か？彼をカエルに変えたのか？もしくはオフィル人の王子が何か悪いものを食べただけかもしれない。奴らの料理ならありそうな話だ。人間を怪物に変える食べ物は聞いたことがない。では飲み物かも。ああ、俺は奴を呪った。大きな失望の後、復讐のために我を失ったんだ。見境をなくして呪いが現実になることがあるとは考えもせずにな。カエルについて真実を言うべきだった。俺に苦労させたかったのか？俺はあの化け物を倒して欲しかっただけだ。お前が依頼に応えるなど知る由もなかった。偶然だ。確かにウィッチャーが依頼に応じた時は好都合だと思った。それがお前たちの生きがいなんだからな。呪いを解けたかもしれない。ああ、かもしれんが、別にどうだっていいだろう。彼は人間だった。あのオフィルの犬は人間じゃない。生きている価値もない。直接聞く必要がありそうだな。お前の願いは何だ？そうだな。現在我々には住む家なの。そこから始めるべきだ。マクシミリアン・ボルソディの家を持ってきて。家を？驚いてるな。なぜ？俺にも住む場所は必要だろう。どういうことだ？分別もつかないのか？汚れた馬に乗れというのか？ブロジミールが見たらお前をどうすると思う？消えろ、ゲスメ。はい。ブロジミール？弟だ。あいつ自身が3日履き続けた靴下みたいに臭かった時もあったが、馬は常に自慢できる状態にしていた。ああ、宴会でブロジミールにかなう者はいない。悲しいことに、近頃では祝いの席に出ている。あいつを見つけて最高に楽しませてくれ。二つ目の願いだ。簡単そうだな。三つ目は？その二つを完了しろ。それから三つ目について話す。手がかりは？どこから手をつければいいんだ？勘違いするな。お前に楽をさせるつもりはない。その二つが終わったらどこでお前に会える？仲間と野暮用があるから何とも言えない。だがオクセンフルトのアルケミーインにしておこう。わかった。そこで会おう。弟の件はさほど難しくなさそうだが、家はどうやって家を届けろというんだ？実のところ逆だ。俺なら家の心配はしない。弟の方が厄介になるだろう。待っていたのか。親切だな。代理人を運命の気まぐれに委ねることはできん。一人で願いを叶えなきゃならないかと思ったぞ。契約にはそう書いてある。だが手伝いを禁じる記載はどこにもない。そして最初の2つを完了するにはかなりの手伝いがいる予感がする。オルギエルドの弟がなぜ厄介だと思うんだ？死んでいるからだ。何年にもなる。ああ、降霊術はごめんだ。魂の復活手段は降霊術だけではない。昔ながらの血を使った召喚術、それがお前に必要なものだ。疫病か伝染病か選ぶようなものだな。しかも召喚対象の血液がいる。確かに血はいるが、別に召喚対象のものでなくてもいい。ほら。どこで手に入れた？おいおい、リビアのゲラルトよ。好奇心が強いやつだな。それをホンエベレックの血だと思って続けるんだ。そのブロジミールはどこで見つかる？ゲラルト、何もかもしてはやれない。頭を使え。フォン・エベレック家はこの辺りでは有名だ。一族の噂を聞いた者に会っているはずだ。例えば魅力的な赤毛の医師とかな。知り合いだろ？
ボルソディの家だが、どう届けるか見当もつかん。俺が知るこの近辺で唯一のボルソディは、オクセンフルトで競売場を運営している。聞いたことはある。一度俺の剣が売却されかけた。競売はノビグラドで行われていたが、しばらく前のことだ。だとすると、移転したんだろ？まさにその理由を聞けるかもしれないぞ。そこへ行ってみよう。その後は？俺にどうしてわかる？そこに着いたらひらめくんじゃないか？ああ、それと金はたっぷり持っていけ。役に立つ予感がする。はあ、そろそろ取りかかるか。もっとやる気を出せ、ウィッチャー。楽しい冒険になるかもしれないだろ。ああ、楽しみだ。助けがいるときはどこで会える？俺が会いに行く。頑張れよ、ゲラルト。